この生活の虜になっちゃうよね。で光を失ったお下がりの宝石を残し襟まつって受けた気分になってんだ。この部屋でずっと忘れた何かを待つ主人。刺されたものは何でな、どこか舞台だけで優等生な指示と誰よりも無個性だった。あげくの果て食べる行為がそれ自体が苦手になった。成功。そっか、よかった。